気象庁は秋田県に記録的短時間大雨情報を出しました。八泡町付近で午前8時までの1時間におよそ100ミリの大雨が降ったとみられます。災害の発生につながるような猛烈な雨です。土砂災害や浸水被害が発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、自治体から発表される避難指示などの情報に注意してください。